長沼丹純元禄3年11月21日は、江戸時代の軍学者、長沼流病法の創始者、意名は宗義、署名伝十郎孝隆長寺手三左衛門、激、信濃国松本藩士、長沼長政の子として生まれる。藩主、松平直政の天保に従い、松江藩に移るが、後に、明石藩主、松平三重に仕え、 加納藩へと移り、加納城下の僧に儒学を学んだ。城元年、18歳で近儒として出資する。さらに、甲州流等の和式病法や、武備士、気候新書等の中国の標法を学んだ。明暦2年、22歳で浪人として、江戸に出て、漢文8年まで、久留米藩主、有馬頼利とに250国で士官するが致死し、兵士の訓練法を研究した。 併用録と、実戦での作戦の立て方を記した、悪鬼八人衆への二冊の標本書を記し、長沼流病法を起こした。以来十数年かけて標本を教授し、多数の門弟を育成した。天那二年赤市藩主、松平直明に過労並みの待遇で招聘されたが、天那六年病身の母親の療養のためにこれも、致死し、大阪に出て、 後山城国伏見に隠居した。名声をしたい、尾張藩、土佐藩等の大藩も将兵を試みたが動かず、同地で没した。去年56、母姫が伏見の坂へ張る寺に残る。門弟のうち、福岡藩士の宮川忍夫再と津藩士の再印重慶が江戸時代末期まで全国諸藩に反映した。ありがとうございます。